はい、どうもこんにちは。カメラ大好きおじさんのジェット大好きでございます。今回はじゃーん、インスタ360より製品提供いただきました。これレビューしたいから2台ちょうだいって言っていただきました。インスタ360GO3 です。3台目となりましたね。これ今年出たカメラなんですけども、ちょっと見た目がね、いかにもアクションカメラ的なものになってまいりましたが、そこで勘違いしないでいただきたい。これ実はですね、これが本体っていうかメインっていうか、これは防水なんですね。まあこっちのポッドの方は防水ではないんですけども、これが防水。こんなちっちゃいんだよ、防水でこんなちっちゃいんだよ。どんなものが撮れるかっていうのをね、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、ご覧いただきました。この GO3 で、GO3 じゃないとダメなのって思ったかもしれませんけどもね、GO3 だから撮れるっていうのはね、確かにあるわけですね。重たいカメラをこっからぶら下げなくていい、このちっちゃいここだけをつけて撮るみたいなね、そういった撮り方がね、すごくできるわけですよね。ここまでの歴史をちょっと振り返りたいなと思いますけども、じゃん、これが初代です。まあサイズ感的にはね、そんなに変わっておりませんけども、初代こういったねカプセルに入っておりまして、やっぱりこうなんですね。最初からコンセプトはこれなんです。そして2代目で劇的な進化を遂げます。じゃん、これもまたねカプセルなわけですけども、パカッと折りたたみ携帯みたいなね、懐かしの折りたたみ携帯みたいになっておりますけども、これがやっぱりはい外れますね。これで、ここにつけて自転車に乗ったりとか、そういったことを私はやっておりました。GO22 代目のものはこれ三脚みたいになるわけですね。ここにつけて三脚みたいにして撮影したりとかっていうこともできますし、これ自体はリモコンなんですね。ポチってやると、録画が開始されました。はい、そういったものでしたが、この液晶ではまだプレビューができなかった。で、この度の GO3 に関してはですね、でで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 でーん、
液晶がついております。このようにプレビューができるわけですね。しかもまあインスタ360シリーズといえばね、先進的なスマホアプリが有名ですよね。はい、プレビュー、スマホでプレビューすることもできます。ワイヤレスなんでね、多少遅延は感じますけどもね、プレビューすることができます。で、じゃあこれをどのようにウェアラブルしていくか、ウェアラブルカメラなんですね。ウェアラブルカメラのいろいろといただきました。他にもズン、グネグネのやつをこうここにつけるわけですな。つけて、使うと。これ自体はね、ここはね、簡単に外れるんですよ。簡単に外れてカチャッと簡単にくっつくね。それからですね、こういったものもございます。はい、なんかよく目にする感じのタイプのものですけどもね、このポッド自体は本体は、これは防水なんですよ。このちっこいのは防水なんですけども、このポッドは防水ではないので、ここに入れることで防水として使うことができるわけですね。それからでーん、よいしょ、これですよ。やっぱこれはですね、ペンダントですね。ペンダントとしてここに服の中に入れました。で、もうお分かりでしょう、これ磁石になってるんですね。こうやって撮影したものが結構あります。はい、それからですね、このペンダントすごく進化しておりまして、従来もこういうペンダントありましたけども、今回からペンダントの紐をぐるぐると巻き取ることができます。この中に巻き取っていくことができるんですね。これはすごいね、やっぱり便利になりましたね。で、紐付きで言えばね、もうちょっとあるんだよね。これもね、すごく有用なんですよ。これをね、ここにこういうシリコンゴムのやつをね、パカッとはめました。これでリーシュコードですね、ここに輪っかがついております。ここがループになっておりますから、ここキュッと、ループの間をキュッと通してやることで、これもまたライフジャケットとかね、そういったものに落ちないようにつけることができるわけですね。私なんかね、サップよくやりますからね、スタンドアップパドルね。サップ落ちるとね、ボードにね、這いずり上がらないといけない。胸をズリズリってやるんですけどもね、それでパカッと、このね、磁石だけだとズリズリって落ちちゃう可能性があるんで、その時にリーシュコードついてるとね、すごい楽だなという気がしますね。他にもまだまだあるよ、便利なやつは。よし、これ、わかる？ちょっと帽子をかぶりますけどもね、はい、これをですね、これクリップになっておりまして、よいしょ、はい、はめることができるんですね。これで、じゃあここにもうお分かりですね。はい、はい、こうやって撮影することも多いですね。まあサップとかやるに際しては落ちない前提でやらないとね、ちょっと危ないかなと思うんですけど、自転車、まあこれサイクルキャップです。自転車に乗る時とかね、ヘルメットにカンカン当たるようだったら、これ逆さまにしちゃえばいいです。こうやって逆さまにして、いいよっと、こうやって乗るのも、まあ視界は確保できてますね、この状態でもね。はい、
これはすごくいいものです。まさにこれね、ウェアラブルカメラという感じがしませんかね。私これは大好きなんですよね。という感じのものをね、駆使して撮影してきたわけですよ。あとなんかあるかな。これですね。今ね、実際にこれ使っております。どういったものかと言いますと、パカッとこの粘着になっておりまして、粘着になっております。これをですね、壁とかにパーンってつけちゃうわけですね。ちょっとやってみましょうか。よいしょ。いいよね。いいよね。こういう風にしてね、いろんな場所で、まあちょっと汚れたらゴミ取りはしないといけないかなっていう感じではあるんだけどもね。実はこの粘着パッドの部分を外すことができます。くるくるくるっと外すと、落としちゃった。三脚のネジ穴がありますんでね、ここにくるくるくるっとしてやれば、はい、このようにつくわけですね。よいしょ。ね、木の枝とかそういったものにね、こうやってひっつけることができるわけですね。はい、ということでね、オプション品、いろんなオプション品、それから、スマホアプリ、こういった使いやすさ含めて、まあ私個人的にはですね、これインスタ36053というカメラはですね、すごくウェアラブルカメラの、決定版ではないかなという気がしておりますね。あとこれはですね、手ブレ補正がやっぱすごい。まあご覧いただいて、手ブレ補正すごいなって思ったんじゃないかなと思いますけどもね、360度カメラでも使われておりましたフローステートなる手ブレ補正ですね。広めに撮ってるんですね。広めに撮ってる、魚眼レンズをこう補正しながら、位相を打ち消してるっていう説明でいいのかな。まあそういう感じの手ブレ補正をやってるというわけです。はい、あとはね、あ、そうだ、フリーフレーム、これね、最大で、動画の場合最大で 2.7K4K ではないんですけど 2.7K だから、SNS 主体で考えてらっしゃる方ね、写真投稿であるとか、動画投稿であるとか、そういったね、 SNS 主体で考えてらっしゃる方向けかなっていう気はしますね。 4K で大画面テレビで見るっていう画質ではなくて、いや、でもそれでもね、これまでよりもすごい画質良くなってますよね。 2.7K だったらね。で、あともう一つはフリーフレーム動画っていうのがあって、これは 1440p が最高解像度なんですけども、すごいですよ。縦でも横でも使える。いいですか、縦でも横でも使える。記録自体は魚眼レンズで記録されてるんです。魚眼レンズの正方形の動画で記録されてるんですけど、そこからアプリによって、これはスマホアプリだけじゃなくてパソコンのアプリでもそうなんだけど、縦でも横でも編集することができます。書き出すことができます。なので1本撮影しておけば、例えばこっちの SNS は横動画にして、こっちの SNS は縦動画が向いてるなみたいなね、1本のソース、1本の動画から縦のクリップ、横のクリップ両方作れると、いちいち撮り直さなくていい。本当にね、ウェアラブルだなという感じがしますね。よいしょ。ね、これで体にまっすぐ固定されたカメラと首振りできるカメラっていうのがね、これで2つ追加されるわけですよね。このキャップなんかはさ、後ろ向けちゃえば後ろが撮れるカメラになりますもんね。そういった撮影方法もできます。カメラの向き自体はこれ縦にしてるけど、横にしたって、どっちにしたって
フリーフレーム動画だったら縦横の、動画が撮れるわけですよね。ちょっとなんかやべえ、落ち武者みたいな頭になってきたはい、ということで、私ね、これウェアラブルカメラの完成形ではないかなという気がふつふつと湧いております。インスタ360さんからね、提供いただきました。こちら GO3 というカメラでございました。